どうもこんにちは。いつも宇宙で成し遂げたいオンドレアスです。また宇宙かよって話なんですが、岩音がそういう風になってるのでしょうがないね。宇宙にステージ入れてくるのがデフォになったのかな。宇宙率高いわ。まあオデッサ沿岸やアクシズ居住区やらされるよりはいいんですけどね。はい、今回のデッキですね。このマップはどこでもそうなんですが、ラインをガンガン押す力が大事と思いますので、オンドレアス調べ、デイコスゾンビアタックをかませるデッキを組んでおります。初動は X から出て3拠点へ直進。オリザクとオンドレアスのグラボ GTX0083 スターダストメモリーなら初動もついていける。3拠点が多分大事でですね、北攻めたら次南っていう揺さぶり合いなんですが、3があればリスポンが近くなり揺さぶりが早くなるんですよね。あーガーベラいいなー。俺もナードワッチ買い回す分でガーベラ回しとけばなー。大体の主力機体持ってるんですがガーベラだけ持ってないんですよねー。こんなにも主力機関続くと誰が予想しただろうか。はい、3ゲット。多分来るので油断せずに守っていきましょう。かわいそうなフルアーマーダブルデータ。味方が出遅れてますね。やっぱり勢いだよなー。あ、そっちから来ましたか。なんだっけな。あ、そうそう、初動の勝ち当たりでお互いの軍の力わかりますよねー。後輩都市の1拠点とか一番わかりやすいんじゃないかなー。3の援護に来ましたが、もう安定したようですね。素晴らしきかな。この機体ゲルググマリーネを持ってきてる理由は別にシーマ様親衛隊会員ナンバー83番だからとか、そういうことではなくてですね、ジオンで空間戦闘できる機体ってめちゃくちゃ少ないんですよね。てかこの5拠点放置受けるんだけど、ジオンで空間戦闘できる機体ざっと考えたんですが、クイーンマンサ、ガーベラテトラ、アクトザク、ゲルググ M、この辺かなーって思うんですよね。銃撃は揺さぶりついていけないし、空間戦闘の高速起動ついていけないからきついと思うんですよね。アクトとマンサは別。そしてこの空間戦闘なのですが、オンドレアスの得意な、格闘とバス、両方封じられるのでクッソ苦手です。支援機、逃がすか、ゲル M 君のすごいところ、280コストで FA ビームライフルから内蔵マシンガン、なお当たりませんでした。なんかこっちにもいた気がする。ガンナーガンダーアーム、空間戦闘クソ苦手ですが、ロックして上下に探っとけば良い気はする。やっぱこれあるとないとで大違いだわ。内蔵マシ、しかし威力はやっぱ低いな。あくまでとどめようってところか。今戦局的に私は何をしているかというとお散歩していますね。いや、チャットもないから戦局つかみ損ねたんですよ。初動だけなんで許してください。何でもしませんから。あ、でもほら、短期で5拠点取って敵抑え込んでるからそれなりに役立ってるのでは。はい、オツファンネル、サザビーと共に倉庫に帰れ。まあでもニューガンダム面白そうですよね。使ってみたい。さっきのニューガンダムどこに行った。高コストだから大事にしたい。ニューガンダムだからこそ破壊したい。空間戦闘では先手取られることは圧倒的不利。なぜならロックまでに時間がかかるからねー。ゲルググマリーネ様を倒したモビルスーツの名だ。さすがにアーマーがやべえ。ニューガンダムならやるしかねえよなー。ゲルググマリーネはだけじゃない。やはりロックオンまでに時間かかってますね。しかしで、いやーまあ、アーマーなかったのでしょうがないね。お散歩終了。揺さぶっていくぜー。そういえばサザビーとニューガンダムの調整内容出てたんですが、足りないんじゃないかな。足りないというか、やっぱ380コストで特攻機体でもないんで堅実に戦いたい。そうなった時にマンサやフルアーマーダブルゼータのよろけ向こうがやっぱ強すぎて、どうしても比べちゃいますよねー。グレボイ企画をありがとうございます。協力に感謝する。さっきのガーベラ分かってて陣取ってたのかな。もしそうならイケメンですね。ほんでもってさっきのガーベラたちが敵を抑えてくれてるんで投げれますね。グレボイって結局味方あっての戦法ですからね。感謝感謝。あ、同僚者。あ、僕を馬飛で上飛べないんですよ。コミケ会場みたいになってるから。おお、お客様逆走は困ります。お客様、クールタイムもいい感じかな。余裕ありすぎずって感じですかね。ゴリゴリいけそう。このステージつまんねえという方はテイコスで組んでみればガンガン戦闘できるので一度やってみてはいかがでしょうか。敵機を発見。えなりかずき、えなりかずき失敗。次は南鳥ですね。こんなことやってる場合じゃねえ。まあほどほどに3も守らないとなんですけどね。いい感じに側面つける感じのあれやで。これ横っ腹に風穴開けてやるぜー。開きましたね。残党狩りぜー。なんか打ち合ってるからまだいる気がする。よー、逃げ遅れた狙撃じゃねえか。
へへへへ、あ、全然当たんねえ。結果オーライオーライ。とにかく前進、突っ込みすぎぐらいが拠点狙撃やグレポイヘの活路となる。いてててこのレーダーは道連れにする。マリーネの戦争は終わったよ。はい、地味にビムシュヨンゲルググマリーネちゃんで回す。もう一機が制圧強化なんですが、マリーネの制圧強化とかちょっと運用難しいのでやっぱビムシ欲しいっすね。3拠点援護来たけど安定したかな。このミサイルは、こっちだ。いやー PUBG の即反応がこんなところで生きるなんて。一気に肩をつける。オラ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 。戦闘して楽になっちゃえよ。しまった取りこぼし。はい味方ナイス。連戦、しかしアーマーがもう。そらそうですわ。回復してる、アダマス。めっちゃ支援キルー。リスポンで下がる時間ももったいないですからね。ありがてえ。逆者ステージの醍醐味、逃げ遅れた狙撃を狙う。いつもペチペチしてくれてるお返しだぜ。ペチ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 、あ、データは出るよねー。やっぱ出会った時のプレッシャーがニューガンダムとは段違いだな。南から突狙っていきましょうかねー。いやしかしこれは、南の防衛網抜けそうにないので中央に切り替え。ちょっとゴリ押しになるけど2発でも当てればオンの字。よろしくお願いしまーす。危ねえボディで止められるところだったわ。いやもうバレバレだからなー。かくらん投げするしかねえ。せっかくだから加速を使うぜー。これを馬鹿してここにいますよアピールしてるだけや。ちょっとクソプレイでしたねー。加速使いたかったんですよ。え、今ので倒されないのか。マジかー。スポット到着、お仕事頑張りまーす。なかなかいい押し込みですね。結構投げれそう。敵に見つかってからが本番みたいなところあるんで気構えだけしときましょう。あー味方いいっすねー。頑張れー俺も頑張るー。あ、やだこの支援機、優しい。キュンってなるところですね。なんかったー。こっからが本番よ。折り角の足回りはだてじゃない。下から失礼しまーす。上へ参ります。下へ参ります。下から失礼しまーす。上へ参ります。上から上けら失礼しまーす。せっかくだし弾薬もら下へ参ります。下から失礼しまーす。上へ参ります。粘る粘るオリザクくん。上から上けら失礼しまーす。限界かー。だいぶ粘れたんでやっぱグレポ行きは足回りですな。エース機、ビムシュヨンマリーネ、出る。マリーネがエース機ってなんかあれだな。でもまあ無理してコーコス乗ってイモってもしょうがないしな。空間戦闘慣れるまでは低コスで行こうかな。くんくん、この匂いは醍醐味の匂い。醍醐味やったぜ。前進しつつも壁裏クリアリング大事ですね。潜んでる確率が高い。今の射撃、見逃さんぞ。そこのスナイパー、この俺が断ち切る。一発の直回が命取りだったな。いやーいいっすねゲルググマリーネ。フルマスしちゃう。格闘。申し訳ないけど格闘ないから撃ちますね。あの距離で格闘、もしかして一気打ち後所望だったのかもなー。乱戦やったしな。まあええやろ。はは、ぐんぐん押し込むぜ。活路開いちゃうよ。連携プレイでニューガンフルボッコや。ひえ、このステージでバイカス。コスト交換や、押し切る。ウォ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 、減らねえ。コスト交換失敗。だいぶカット。地球に冬が来ちゃいましたね。なんかこのエフェクトある時とない時あるよね。バグかな。ておい、アトミックバズーカの使い回しやんけ。はい、ということでですね、押せて殴れていい感じだったのではないでしょうか。狙撃だと味方が押されてる時何もできないですが、強襲グレポイなら戦いにも参加できるので、強襲4機で組んでその中でグレポイ、これ結構おすすめですねー。やっぱ実装当初より守りも硬いんでねー。